さあそれではここからは片倉芳美さんが登場です片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます、えー、今週も生放送で、えー、片倉さんとただいま台湾とつながっております早速お呼びしたいと思います片倉さんですどうもこんばんははいどうもこんばんは今週もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさて、えー、片倉さん今週の台湾エクスプレスですが今週はどのような話題でしょうか はい、あのこの時期の,です、ねあのまあ、台湾におけるこう風物詩として非常にこう注目度が高いものが1つありましてね、星、はいまあ、柿なんですよね、ちょっと台湾、意外な感じがすると思うんですよね。はいえまあ、台湾ってこう、ね、南にあるのであの、トロピカルなフルーツは、はいまあ、かなり、ね、日本でも知られていると思うんですよ。はい、えところがが、ね、結構その山が高い ところがねたくさんありますから、はい、あの山の上の方に来ると当然、これ、涼しいわけで、あの実は日本と同じような果物が普通に取れたりするんですよ、へ<ー>ねまあ、一番、ね、驚かれるのは、ね、台湾はやっぱりあのちょっと南のイメージなんでね、まあ多分ピンとこないと思うんですけど、梨とかね、あのー、<ー>リンゴとか、ぶどうとかも結構美味しいんですよ。へ だからこう平地ではもちろんね作れないんですけど、山の上の方の涼しい所で作るっていうねあのものなんですよ。はい、で今日ちょっとお話ししたいと思う、この柿については、ですね柿もどちらかというと、涼しい所で作るイメージがあると思うんですけども、の柿の場合はね、台湾でもあの高いところじゃなくて、低い土地で作るんですよ。はい、つまり、温度的にはかなり、そんなにね寒くならないところで作るんですよね。はい、じゃあ何がポイントになるかっていうとう 風なんですよね多分日本は、ね、風に当てるって発想はないと思うんですよ。はい、あの日に干して、ね、太陽のお日様の光を、ね、当てることは重要ですけど、風にさらすっていう発想は多分あんまりないと思うんですよね、えーええ。ところが台湾の干し柿は、あのー、この冷たい風にこう当てることで味を引き締めるっていう作り方をするんですよね。はい 産、ね、地はどこかっていうと、あの台湾どこでも売ったわけじゃないんですよね、ええあの、台湾の北西部に新築っていう、新しいに竹と書いてね、はい、新築っていう町があるんですけど、ええ、この町の郊外がその一大産地になってるんですよ。ええ、で、ここはね、どういう土地かっていうと、あの鈴木さんあの、台湾で一番高い山って、お分かりですかあの旧二高山っていうね、お話そうですね。ええ あの、今、玉山、玉の山とか、玉山っていうふうに呼ばれてますけど、はい、かつての新高山。はい、ここが3952メートルで、あのー、まあ、台湾で一番高い山なんですけどね。あのー、2番目に高い山っていうのがあるんですよ。二番目ええ。で、ここはね、あのー、まあ、雪の山と書いて、雪山っていう山なんですけど、はい。ええ。あのー、玉山の方は、あのー、台湾で一番高い山で、明治28年に、 台湾が日本領になりましたよね、ええ、でその時に、新領土の台湾に、あのーまあ、一番高い山があると、日本を含めた、本土を含めた中で一番高い山だったので、新しい高い山で新高山なんですよ、ええ、新領土の高い山って言うんですよね。ええ、でこれ、名前つ付けたのが明治天皇なんですけど。ええ ね、じゃあ、2番目は何かというとね、これ、シルビア山っていうね、シルビアっていうあのイギリス人がこ名前を付けてるんですけど、はい、あのこのシルビア山っていう山があったんですよ。はい、で、これが、まああのー、2番目に高い山なんですけども、あのーまあ、海抜が3886メートルあるんですよ、はいね。で、これが2番っていうことなんですよね。はい、で、えー、昭和天皇がです、ね、皇太子時代にあの台湾に。 まあ行刑っていうんですよね、あの皇太子殿下が台湾に視察に来てるんですよ。はい、でその時に、えー、台北から、台北からこう南部にこう汽車で移動する時にですねあのー、車窓に見えるこの第二の山を見て、ですねあのの雪山っていう、まあ、当時はシルビア山って言われてたんですけど、このシルビア山っていう3886メートルの山を説明されてです、ね、であ二2番目に高い山だったら名前を付けましょうってことで。 あの、新高山の次に高いっていうことで、次高山ってラ前がついたんですよね。うええうん、これがまあ台湾第2の、まあ、日本第2の山ですよね、ね、はいええ。で、この雪山っていう山は、まあ、雪の山って書くぐらいですから、まあ、山頂も,もちろん雪が降るんですけど、ええええ、あのー、ここからですね、この新築の町,に町の方向にかけて、この秋から春にかけてこう風が吹くんですよね。 ね、当然、これ、高いところで雪が積もるようなところから吹き下ろす風なんで、ものすごく冷たいんですよ。冷たい風が、はいね。で、この冷たい風のことを当時、継高おろしと言ったんですよねは<ー>、うん。だからこの秋口になって、この継高おろしが吹き始める頃に、この取った柿をこう天秤にさらすんですよね。えー、そうすると、お日様の光も浴びて、かつ冷たい風を浴びるので、 味が良くななるっていうことなんですよねすだから台湾ね、確かに台湾どこでも作れると、柿,柿自体はどこでも作れるんですけど、あのー、逆にこの美味しい柿を作るとなったら、特に干し柿を作るとなったら、うん、この新築の郊外じゃないとだめなんですよね気候条件が必要になってくる、ねはい、この継ぎたかおろしが吹き降ろす、こう冷たい風にね、こう当てることによって味が良くなるので。はい、あのー この,この場所が、まあ、非常にね、こう干し柿の産地になってるんですよ。ね、で、あのーそのね、干し柿っていうのはね、あのこ柿をこう吊るしてる分には、あんまりこう写真とかにこう映えるというかです、ね、そういう、まあ、もちろんいいカットだと思うんですけどね、いい構図だと思うんですけど、そんなに壮観な眺めじゃないと思うんですよ。ね、ところがあの、台湾の場合はあのーこう、平べったいこの。 カゴにですね、柿の皮をむいた状態で柿を並べて、はい、それを太陽にさらすので、壮観な眺めになるんですよね、それがずらーっとこう並ぶんで、はい、えだからこう写真が好きな人とか、ちょっとカメラいじりが好きな人たちっていうのは、この時件も楽しみなんですね、はい、これ、どう、この干し柿を作ってるこの風景をね、どうやってカメラに収めようかっていうことで、はいはい、えみんな興奮するわけですよ。はい であのこういう工場があるんですけど、この工場で見学ができるんですよね、はい、で観光客も結構いるんですよ、観光客はその、まあ、記念撮影を楽しんで、干し柿を買って帰るんですけどね、まあ、柿は今、台湾ではすごく健康食品ということで、ね、すごく注目が浴びてて、はい、あの人気高いんですけどね、ええ、だからもうこの時期、週末なんかは結構ね、混み合ったりするんですよ。人気あるんですよね で最後にね、もう一つね、この柿はまあもちろん、すごく、あのーまあ、名物なんですけど、もう一つ、先ほどお話したこの新築、ね、新しい竹と書いて新築って町があるんですけど、ここの名物がもう一つあるんですよ。はいね、それは何かっていうと、ビーフンなんですよね。ビーフンってありますよね、ええ、米で作った麺,麺とかね。で、あのビーフンがまあ名物なんですよね。はい、でこれも あのどこでも作れるものなんですよ、本来ならね。ええうん、本来ならどこでも作れると。ところが、あのー、実はこれやっぱり新築のものは格別だって言われてるんですよ。<ー>えでこれどうしてかっていうと、ビーフンをやはりこの継高卸に当てるからなんですよね。あこちらもえ。この継高卸っていう,こう、ね、冷たい風に当てることで味が良くなると。そういう話があるんですよね。 ねであのー、これ、面白いのはね、あの新築のほかにもう一つ、あのー、こう産地があるんですよ、はいね、そこは、ね、台湾中部の堀っていう町なんですけど、堀の堀っていうのはの、土辺、まあ、あのあの裏っていう字ありますよね、はい、あの裏の山水を土に書いた文字と、あの里と書いて、ね、堀っていう町があるんですけど、えーえー、この堀もそのビーフの産地なんですよ。えー ね、でこちらはあのどういう風を当てるかというと、先ほどお話した台湾で一番高い山、かつての新高山ですよね、はい、あのこの玉山から吹き下ろす、玉山山系から吹き下ろす風に当てるので、まあ、やっぱりあちが引き締まるっていうことなんですよね本当にこう土地柄を生かされた食材なんですね、そうなると。 まあ、新高山ね、玉山から直接か吹き下ろす風ってないんですけど、新高山系ですね、山脈から吹き下ろしてくる風に当てるということで、歯応えがよくなるってことなんですけど、でね、最後にちょっと一つね、この,、あのー、しあのビーフンはちょっと今、一つ大きな問題があるんですよ、はいうん、それは何かっていうと、ビーフンってあの漢字で書いてる米の粉と書いてるビーフンなんですけど、はい、この場合の米というのは、ですね、ええ、今、台湾人が食べてる米じゃないんですよ。 違う米違うんです、どういうことかっていうと、もともと台湾にあった在来米っていうのがあるんですよね、はい、この在来米で作るんですよ、えー、ビーフンっていうのはね。えー、ねところが、あの日本統治時,時代に品種改良が進んで、味もよくて虫にも強くて、ねあの、季節や気候にも強いあの、蓬莱米っていう新しい種類のお米を、はい、あの日本人がそれこそ15年かけて開発したんですよ。えー でこれあのジャポニカ米とインディカ米っていうのがあるんですけどこの2つのお米を掛け合わせて新しい品種を作るってことは、もう本当、全くゼロから新しい種類のお米を作るのと同じぐらい難しいらしいんですよね、はい、でも、まあ、日本人の研究者が、まあ、そこすごく熱心に勉強して、研究して、このほうらやまが生まれて、でこのほうらやま、確かにおいしいだけじゃなくて生産性も高くてね、生産も安定しているので、これが主流になっちゃったんですよ。はい でそのために、本来の台湾のビーフンっていうのが作れなくなっちゃったんですよね。<ー>あ莱米のほうが美味しいんですけど、在来米よりね、はい、美味しいという判断があるんですけども、でも逆にそれじゃあ、その蓬莱米ではビーフン作れないんですよ作れないと、作れなくじゃないけど、まあ、向いてないんですよね。 で、今、じゃあ、その、ビーフの業者はどうしてるかっていうと、そ,うね、まあそこに、まあ、いろんなね、トウモロコシの粉末なんかを入れたり、いろんなことして、新しく作ってるんですけど、昔の作り方にこだわってるところが、まあ、今、2軒ぐらい残ってるんですよね。はい、で、私もここを取材に行ったことがあるんですけど、このオーナーが言ってて、びっくりしたのは、あの、台湾の、その、まあね、ねあの、契約なる農家に、お願いをして、在来米を作ってもらうんですよ。ああ、なるほど、ええー。 うん、そうじゃないと美味しい本来のビーフンができないっていうねーーで、農家の方は、確かに虫にも弱いし、そのね、生産性効率、生産効率も低いのであの、もう在来米とか本当は作りたくないんですよ、はい、で放来米の方が美味しいし、売れるから、そっち作りたいんだけどその、ビーフン製造業者の人があのお願いして昔のお米を作ってもらってるんですよねへ<ー>、うんで。そうしないと本当の 美味しいビーフは食べられないっていうのはね、<ー>でさらにそのどこでもったわけじゃなくて、やっぱりこう新築のつぎたかおろしに当てることで美味しくなるので、<ー>あの本当に大変なんですよね、いや本当ですねそうなってくると。うんだからこういうね、あの、まあ、食べ物ね、美味しい食べ物たくさんありますけど、そういったこう工夫とか苦労なんかもちょっとね、知っておくと、よりこう台湾のグルメも面白くなるんじゃないかなって思いますよね。は えー、今週の台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました、えー、今週も生放送で、えー、台湾とつないでお届けしました、えー、今週も台湾から片倉由美さんでした片川さんどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございました